本当だよりさて本日のメインイベント、心臓の弱い方はご覧にならないでくださいというようなね、映画のキャッチフレーズじゃないけど、そんなことを言いたくなるようなデスマッチが実現しました。いや本当にすごいですよね。ロープの代わりに有刺鉄線巻いて200ボルトの電流流して、さらに小型爆弾ですか、それが120個ついてるっていうんだから、4つの要素がね、ノーロープ、有刺鉄線、電流爆破という、最後の1回目の爆破、これは早かった。こんなに早く爆破するとはちょっと予想もしてなかったんだけど、でこの音がすごい、音がすごかったね。で多分ファンの人には冷やかしでね、どの程度爆発するんだとかなんとか言った人もいると思うけど、すごいわこれは。この衝撃で、最初の爆破の衝撃で森田選手は背中と左腕かな、そうですね、切れちゃうね、有刺鉄線なんかの影響もあって、もうどの要素か分かんない感じですよ ね, よね。あ、これはパワーボム、放り捨てる形のパワーボムですね。でも本当にちょっと触れただけでこんなになってしまうんですからね。そうそう、本当にこれは並大抵じゃなきゃリング上がれないですよ。私たちは最前列の記者席にいたんだけど、これ結構従来のあれと違って離れてたんでね、いわゆる倍ぐらい離れてたね、最前列のお客さんにちょっと危険だというんで間隔を広く取ってあったんだけど、それでもやっぱりちょっと怖かったね。これは正直言ってね、怖かったんですよ。私本当後ろに行こうかなと一瞬思ったぐらいで、いやだからもう本当にね、寄ってくるじゃないですか、自分たちの席の方の有刺鉄線、ちょっと来ないでくれ来ないでくれね、そうそうそう、来るともう爆発した破片かなんかが飛ぶから、もうノートで顔を押さえて、そうそう、向こうへ行ってくれとか思っちゃったりしてね。この時ばかりはね、いつもクールな表情で試合を見てる記者連中も悲鳴上げてましたからね。中には目を背けてるものも実際いたし、私もね、この音に弱いんだよね結構。カメラマンはね、耳栓をしなきゃ写真撮れなかったんですよね、リングサイドは。そうで、レフリーはもうゴーグルしないと目が危ないですからね。ちょうどその破裂したね、破片が飛んでくると、そういうことだね。この4の字の攻防っていうのがまた非常に後藤は考えたというかね。確かに4の字かけられるとやっぱりロープに逃げようというレスラーとしての習性というか、あるから、ところがロープへ近づけば危ないという、これはなかなか考えた、ね、戦法だと思うんだけど、直接技だけじゃなくて心理的な要素もこれはね、そうそうそう、じわ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 と苦しめるっていう、
もう本当に後藤選手もいい面構えになったっていうか、俺が FMW を背負って立ってやるっていうのがすごく感じられるね。やっぱりこれは正解だったね。そういう面では最後の三田選手が判断したというか、このシーズンはシリーズ名じゃないですけど、しかしその大仁田も負けていないというか、この気迫がすごい。これ頭突き合戦というより気迫のぶつけ合いっていう感じですよね、これ引いちゃうと、引いちゃったら後ろにあれが待ってるからね、どっちも引けないところという。本当にこんな試合は世界でもないですよ。まず初めてでしょうね、もっとも今世紀最大のデスマッチという銘打ってるんだけど、まだ史上最大が残ってるからと大仁田選手はなんか後でね、冗談交じりに言ってたけど、でも本当にでもコリジョンですね。あとはすごい、ちょっと触れてこれですからね、すごい衝撃。なんか靴も気のせいか焼けてるんじゃないかっていうね。やっぱレスラーってのは無意識にこうロープの方に行っちゃうんだよね、手とか足出しちゃうっていうか、みんななんかロープの距離っていうの分かるって言いますもんね、で安全策を取るためにはロープに逃げるっていうのがもう無意識のうちに身についてるから、そういう面では本当に恐ろしいデスマッチに出演したという気がするけど、本当にこの4文字の攻防だけでも客は戦慄してるわけですよね。我々もこれ見ててもロープに転がっていくのが怖くてね、4の字でこれだけのねこう雰囲気というかムードを持ったっていうのは最近ではちょっと見られないもんね。後藤選手試合前に腕を組んでね身を出しというシーンがあったけど、この4の字というまさにあの前世紀のザ・デストロイヤーをちょっと思わせるような、そんな雰囲気があったんだけど、いや後藤選手っていうのはやっぱりアメリカで苦労してきてるから、こんな話すると本人嫌なのかもしれないけども、フロリダのステーキハウスで働いていて、でコックやってて、その時に新日本プロレスの坂口社長と武藤圭司がそこに食べに来たらしいんですよ、で後藤選手はやっぱりその時顔見せられなかったって言ってましたからね。いわゆるもうインデペンデントのプロレスだけでは食べていけなくて、そういう仕事もやりながらプロレス続けて、でようやくねこうやって日本に帰ってこれたからこそ、FMW を守るんだ俺がやるんだってこういう試合ができるんじゃないかなっていう気がします。それだけの背景っていうかねやっぱりあるから、後藤選手はすごく血が出血しやすいというか、一旦切れちゃうともうすごいですからね。すごいね、この人の額っていうのまたすごいものですよ、中でも。ああまたロープに近い。本当この時はヒヤヒヤもね、我々もヒヤヒヤもんで、もう行かないでくれとか本当願っちゃうんだけど。本当に目を開けてなきゃいけないんだけどね、目を閉じたくなるんですよ。カメラマンは結構ねシビアだから手を伸ばせって思ってたみたいですね。ああやっぱりいい写真を撮りたいという、それはまたプロ根性だろうしね。人格が変わるんでしょうねカメラマンもね。本当私なんか後ろに行きたいと思ったけど、後ろ行っちゃうとちょっと周りをね手前恥ずかしいというのもあるしもう我慢してやっぱ早く終わってくるとか本当思ったぐらいだから、確かに客席からねもうやめてくれって声が途中飛んだんだけど、本当にそんな気持ちにみんななってたと思うんだよね。それこそちょうど僕の後ろの男の子のファンだと思うんだけども、もういいもういいってずっと言ってましたもん。ああ、それは確かにみんなの気持ちかもしれないね。例えば4の字してもうギブアップしていいよと、ここまでやってくれば俺いいからっていうような感じの声援飛んでましたからね。やっぱりね、僕もそう思いましたもんやっぱり、もうそこまでやんなくてもいいんじゃないかってね。あこれがブルドキング、これはまたヒヤッとしたね。普通だともうコーナーの方まで飛んじゃうところなんだけど、あーまたまた行った、あーもう総立ち総立ちってやつで、でもこういう状況であえてねああいう技を使うところが大仁田敦のすごいところだなと思いますね。いかにも無鉄砲というか向こう水という感じだね。この会場にもちょっと触れておきたいんだけど、これ汐留のねレールシティ汐留っていうのはまさに初めて使うところだけどね。そうですね、最初はこれいわゆる広場の真ん中というか、青空のリングでやる予定だったんでね、ところが台風10号だったかなの影響
がまあ心配されて、まあ、こういう屋根の下になったと。ただこれがまたすごく幸いしたというか、うん、雰囲気としては非常に良かったね。うん、でこれが台風が来ちゃって、そうそう、もし来ちゃったら次の日に順延、うん、それでダメだったら中止ということだけども、うん、装置にすごいお金かかるんですよね。そうそう、で前の日問い合わせてみたんですよ、 FMW のオフィスに、はい、そしたら事務所の人がもしこれで2日流れて大会が潰れたらね、うん、それこそうちの会社もその経費で倒産しかねないって本当心配してましたもん。あ、そういう面では非常に強運というかね、うん、土壇場でのね、うん、そういうものもすごく感じさせるね、この FMW っていうのは。でも本当レスラーだけじゃなくね、会社自体もそういう崖っぷちのところでこういう興行を打とうっていう意識を持ってるところがすごいなと思いますよね。うん、まあ、それがファンに伝わるんだと思うしね。うん、あ、また行く、あ、行く、あっと、これがまたすごかった。今レフェリーも大変だよね、しかしちょっとこれレフェリーもやりたくないって感じがするけど、いや本当にゴーグルつけてても汗入ってくるからね。今レフェリーがね、ターザンごとに飛ばされそうになったけど、うん、必死に持ち込まれたんだけど ね、ちょっと隙を見せるともう触れちゃうでしょ、うん、もう何回目になるんだろう。あ、レフェリーもちょっと耳やられてるみたいな、ちょっと予想だにしない時に爆発したから、なんかレフェリーやっぱり耳栓してたらレフェリングなんかできないですから ね、うん、ね、あ、これだ、あ、これだ、これだ、どこかの表紙になっていたという、あ、どこかとどこかの表紙だった。今桃の後ろがもう色が変色してたんじゃないですかね。やけどやっぱりもうこの時点でやっぱりあったみたいね。今のは本当この試合のクライマックスとも言うべきシーンですよね。そして DDT もう今チャンス、ここがチャンスという感じですね、大仁田選手としては。でも本当に後藤選手の目が死んでないっていうのも大したもんだ。うん、 DDT とサンダーファイヤーパブマ、まあ普通ならこれでもうそのレッサーなら終わりなとこなんだけど、いや本当にもうさっき有刺鉄線に引っかかった時点で戦意喪失ですよ。そうそうそう、またもう一発だね。でもこうやってあえて許さずに大技をかけていく大仁田選手も大した男ですよ。うん、2発目、2発目、まあ後藤選手としては先ほどのあの爆破のダメージが大きかったということだろうね。特に有刺鉄線があったもんでノーロープっていうのはあれの時は効いちゃったんだね。ロープがあったらまだリバウンドしてそうすぐこう外れたかもしれないんだけど、ないことで結構長い時間ね張り付いてしまったっていうか、うん、あれが非常に災いしたんじゃないかな。あ、まだ立つ、まだ立つからな。これがそしてこれ3発目、3発目のサンダーファイヤー、パブ、両者ダウンかけてる方もこれね、後藤選手も重いから結局 DDT とサンダーファイヤーパブも3発ずつ計6発全部頭と首にくる技ですからね。これは壮絶なフィニッシュなんだね。あ、手伸ばしてる、届かないんだね。もう本当に力尽きたっていうという感じだね。
喋ってるか分かるでしょうか。フィンダーを潰したくない、続けていきたいなっていう、そういうようなアピールですね。うん、本当にね、泣きのウィンターとか言われるけどもね、こうやって感情を出して泣けることがあるっていうのは素晴らしいことだと思いますよ。きっとそれが羨ましいから冷やかす人は冷やかすんだと思うし、それはあるかもしれないね。この後藤コールもなんか聞いてじんときましたね。じんときたね。もうついに起こったという感じで、私つくづく思うんですけど、まだ FMW1 周年なんですね。だからそれでこれだけのもうダメージを負ってたら、鬼田選手の体というかこれからがすごく心配ですね。うん、でもそれがやっぱり鬼田敦という男の生き様なんじゃないかなっていうふうに思いますね。それがまたファンに支持されてる部分でもあると思うんですよ。彼も覚悟はできてるんじゃないですかね。一度死んだ男なんだから。